今日も一緒に頑張れ。はい、どうもレインです。よろしくお願いします。今日はマックの新作を5種類買ってきたので全部食べていきたいと思います。せーの、じゃじゃん。1月27日からチキンタツタ、チキンタツタ瀬戸内レモンタルタル、一口タツタ、マックフルーリー超オレオ、マックフルーリーキットカットの5種類新発売だったのでね、買ってまいりました。めっちゃ美味しそう。でもなんかバーガー2個とフルーリー2個がもう目の前にあるっていう状況が最高すぎて、早速食べていきたいと思います。せーの、いただきます。はい、じゃあ食べていきます。パンがめっちゃ美味しそう。で、今回ね、このチキンタツタが漫画のタッチとコラボしてて、パッケージがねタッチの絵柄になっております。すごい。こっちはこんな感じです。すごい、なんかコラボってだけなんかちょっと特別感あるよね。テンション上がりますね。ではまずチキンタツタからいただきます。わー、ボリューミー、すごい。パンがめっちゃふわふわ、おっきくチキンタツタ入ってる。美味しそう。これは去年も出てた商品っぽいです。いただきます。めっちゃ美味しい。うん、チキンの味がめっちゃしっかりしとる。生姜醤油の風味香りチキンとクリーミーでちょっぴり辛みのあるソース。このチキンタツタの下にあるソースもめっちゃね、ほんとクリーミーで、ほんともうタルタルみたいな感じで美味しい。私多分チキンタツタ初めて食べたと思う。チキンタツタの濃い味とこのクリーミーなソースが本当合う。チキンタツタだけで食べるとすごい味がしっかりガツンと濃い。え、めっちゃ美味しい、チキンタツタ。じゃ次こっち食べたいんやけど、ちょっとその前にこちらをいただきます。こちら一口タツタです。衣がクリスピーでサクサク食感の生姜醤油香る一口サイズ、一口サイズのタツタ揚げ。触った感じめっちゃサクサク。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。サクサク。さっきバーガーに挟まってたタツタよりめっちゃ優しい味付けで食べやすい。バーガーのほんと味が濃くて、パンとかソースとかと一緒に食べてちょうどマイルドになっていい感じだったんやけど、めっちゃ美味しいお肉の味がする。美味しい。ちなみに5個入りです。今気づいたけど、この蓋の上に迷うって青春だって書いてある。あれかな、こっちとこっちどっちか迷うのも青春やでっていうことかな。なるほど。これめっちゃ美味しかったんで、ちょっとお母さんにもあげます。チアハピー。続いてチキンタツタ瀬戸内レモンタルタル。爽やかな瀬戸内レモンの風味が特徴のコクのあるタルタルソースだって。めっちゃ美味しそう。うわ、キャベツたっぷりでふわふわ相変わらず。これ多分下の部分とかは一緒で、このチキンタツタの上にほらめっちゃたっぷりレモンタルタルかかってる。美味しそう。めっちゃボリューミー。いただきます。うんうんうん、あ、レモンだ。タルタル垂れました。キャベツもぶちまけた。みんなも食べると気をつけて。レモンやから普通のタルタルソースよりもめっちゃすっきりしてる感じがする。うん、めっちゃ美味しい。あるま、唐揚げとかにもさ、レモンとかギュって絞ったりするやんか。なんかそれの原理だと思う。合います。うまうま。すごいタルタルソースで滑りが良くなって具がずれる。いや、でもめっちゃ美味しいね、チキンタツタって。もう初めて食べたけど、パン。うーん、中学校の頃の同級生で、今でもたまに会ってる子がいるんやけど、その子とカラオケ行った時のルーティーンがあって、何年も前にできたルーティーンなんやけども、初めの1曲、最初の1曲はなんか2人で歌おうよってなって、2人ともが歌える曲ってなんだろうってなって、なぜかタッチを一緒に歌うっていうルーティーンが出来上がってて、作り話とかやなくマジで、その子と行く時だけ最初の1曲目はタッチを歌って、あと2曲目以降はそれぞれ好きなの歌うっていうルーティンがあって、ちょっとタッチ見て思い出した。カラオケも全然行けてないからめっちゃ行きたい。歌いたい曲が40曲ほどあるんですけれども。
2つだ、2つとも美味しかったです。めっちゃ幸せな食事やった。あ、めっちゃぴったり重なる。じゃあ次はフルーリー食べます。ちょっと溶けかけなのが心配。じゃあまずこちらから、マックフルーリー超オレオ。これはね、私も多分食べたことある。めっちゃ美味しいのよ、オレオがいっぱいで。たまらんねこれ。どんどん溶けちゃうんで、いただきます。あ、オレオがめっちゃ口いっぱいに広がって最高です。もう中にも上にもたっぷりすぎて、うん、マックシェイクのストロベリーとマックフルーリー大好き。で、食べ比べたいので途中だけどこっちいただきます。マックフルーリーキットカット。細かいクラッシュ状のキットカットと特製チョコレートソースを混ぜ込んでいる。あ、めっちゃ最高。キットカットがめっちゃクラッシュされてる。なんかイメージ甘そう。溶けてる溶けてる。いただきます。あー、キットカットだ。キットカットのチョコとあのサクサク、中のサクサクの食感がめちゃめちゃする。口の中入れたソフトクリームとキットカット一緒に食べてるみたい。いや、そういう商品か。うん、うまい。サクサクと食感が良きですね。チョコレートソースも入ってるから結構チョコ感ある。チョコソフトクリームのような、やっぱちょっと甘めかな、こっちに比べると。キットカットが甘いからね。もう一回オーリオいただきます。あ、やっぱこっちの方が若干ビター。てかオレオがちょっとほろ苦い感じやんか、オレオもうま。星くずロンリネス。あー、まあ、こっちはね、まあ、キットカット好きな人はもちろん、あのチョコのお菓子とかが好きな方はめっちゃ好きな味だと思う。はい、ごちそうさまでした。はい、というわけで今日はね、マックの新作を5種類食べました。もうめっちゃ食べた、お腹いっぱいです。毎回恒例ね、私が今回食べた中でめちゃめちゃ好きだったやつを両方2種類ずつだから、どっちか選びます。まずチキンタツタ部門では、こちらの瀬戸内レモンタルタル美味しかったです。タルタルソースがめっちゃ好きなのと、あとレモンの風味がね、あのもう酸っぱすぎず、なんかちょうどいい爽やかな感じでめっちゃ美味しかったです。そしてマックフルーリー部門は、超オレオが好きです。キットカットも好きですが、個人的にオレオのサクサクっていう感じとちょっとほろ苦い感じがね、めちゃめちゃ好みだったので、こちらです。もう毎回この言葉で締めるんやけど、全部美味しかったので期間限定なのでね、皆さんもマックに行った際はぜひチキンタツタとマックフルーリー食べてみてはいかがでしょうか。ランキング除外しちゃったけど、この一口タツタもめちゃめちゃおすすめです。なんならこれが一番おすすめ。というわけで今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok のフォローと LINE の友達追加もぜひ。というわけで今日の動画終わりです。お疲れ、ありがとうございました。